エンリケ公会王子の紋章。タラントでビー・フェールをモットーとした。エンリケ公会王子はポルトガル王国の王子であり、自らは公開しなかったが、大公開時代の初期における重要人物の一人である。アビス王朝を開いたジョアに一世の子であり、後に初代のビゼウ公となる。名は単にエンリケ王子だが、歴史資料などにおいても、 公開王子の賞と共に呼ばれていることが常である。英語圏ではプリンス・ヘンリー・ザ・ナビゲーターと通称されており、その影響により、日本においても英語風にヘンリー公開王子と記述されることもある。他にエンリケ神王と呼ばれることもある。1960年にポルトガルでエンリケ公開王子勲章が創設され、1996年に 発行された1万2スクード紙幣に肖像が印刷されていた。キリスト騎士団の紋章1394年、ポルトガルのポルトにおいて、エンリテはジョアニ一世とランカスター,コージョンオブゴーンとの娘であるフィリッパとの間に生まれた。ジョアニ一世の子としては、第五子であり三男にあたる。その生涯において、探検事業家、パトロンとして公開者たちを援助するとともに指導し、 それまで未知の領域だったアフリカ西岸を踏破させるなどしたことで大航海時代の幕を開いた。1420年5月25日、エンリケはテンプル騎士団の後継であるキリスト騎士団の指導者となり、その死に至るまでその地位にあるとともに莫大な資産を保有する騎士団による援助によって自らの探検事業の強力な資金源とした。このため、 特に1440年代までにかけ、エンリケは、大西洋への進出に並々ならぬ情熱を、傾けると同時に、騎士団における重責についても、おろそかにはせず、以後は、キリスト教を熱烈に信奉する。エンリケ王子の人物像としては、その辿った足跡が果たしてどこまで事実であるのか、後世の創作によるものであるのか、多くの謎がある。探検事業の動機や目的についても、 主事の説がある。1414 14年、21歳となったエンリケは、父ジョアン一世と共に、ジブラルタル海峡に接しイスラーム勢力が立てこもる、都市、アフリカ北岸にあるセウタの攻略戦に参加する。翌年8月には、セウタの攻略が完了し、ポルトガルはアフリカ一帯への進出を始める準備が整うこととなった。同時に、この出において、 武功を立てたエンリケは騎士に除され、ジョアに一斉によって新たに設けられたビゼウコの位についた。この間、イスラムの地にあって、プレステジョアンの伝説を聞き、サハラ砂漠を越えるキャラバンなど、イスラム貿易の実態を垣間見るなどしたことで、エンリケは、イスラム商人を介することなく金と香辛料を求める活路を生み出すために、アフリカ西岸航路の開拓、ひいては、 インドコール改革への野望を抱くようになったとされる。正確な都市は定かでなく1416年であるとされているが、ポルトガルの最南西端にあるサンビセンテ岬の今日ではサグレスと呼ばれる一帯に王子の村を建設したとされる。この村に造船所、気象台、公開術や地図制作術を学ぶ学校などを建設し、 各種の公開術や地図制作技術に大きな発展をもたらしたというものである。この時期に当時の地図制作の権威の一人であるジェフダ・クレスケスを招聘し既存の地図の修正を行わせ後の冒険の足がかりを築かせた。同時にこの港の恩恵を被ったことでこの地にほど近いラゴスは造船地帯として発展を遂げた。上記のような話が伝えられているが この王子の村については、裏付けが取れていない部分も多く、存在したこと自体は否定されていないものの、いくつかの逸話については、後世の創作ではないかとの疑いもあり、特に公開学校の存在については、後世の創作であるとの見方が今日では、有力となっているが、1587年に、フランシス・ドレーク率いるイギリス艦隊がサグレスを襲撃し、この時に、 エンリケ王子ゆかりの品々が破壊されているため、もはや実態はわからない。1419年、前年12月に、エンリケが派遣したジョアン・ゴンサルベス・ザルコト・トリスタンバス、テイシェーラによって、マデーラ諸島が発見され、翌年から植民地化が始められた。これは、エンリケの事業にとって、最初の成果となるものである。1427年、ディオゴデ・シルベスが、 アゾレス諸島を発見し、以後、この諸島において、ゴンサロベイリョ・カブラルラが、探検業を行った。エンリケの時代まで、ヨーロッパの人々に知られていたアフリカ沿岸の最南端の地は、カナリア諸島より200キロ南に位置する、ボハドル岬であったが、この頃、ボハドル岬の先には、世界の果てがあり、煮えたぎる海が広がっていると信じられており、 当時の航海者の間でこの迷信に対する恐怖は絶大なもので、ボハドル岬を越えての航海を実現させることは不可能に等しかった。エンリケは1422年頃からこの迷信に挑み続け、たびたび探検隊を派遣したが、失敗を繰り返していた。1434年に至って、エンリケがジルエアネスに与えて派遣した探検隊によって、 この地が同派され、これにより公会者に長く信じられた迷信が打破された。このことは、後の未知の地への探検業を促した点で重要な出来事となった。1433年、死去したジョアニ一世の後を受けて、ポルトガル国王に即位したエンリケのアニドアルテ一世は、ボハドルミサキエンの新規到達地における商業上の利益のうち、 その五分の一をエンリケに支払う旨を訳した。1437年、周囲の反対を押し切って、北アフリカのタンジールに派兵するが、イスラム勢力に乾杯し、失敗に終わった。この時、弟であるフェルナンド王子が捕らえられ、王子は40歳で、死去するまでの6年間を捕虜としてその地で送ることとなるなどし、この失敗により、エンリケの軍事上の評価は地に落ち、 これ以後、エンリケは、晩年に至るまで、その身を国内政治と探検事業の身に捧げることとなる。1438年、ドゥアルテ一世の知性がわずか5年で終わると、エンリケは、ドゥアルテ一世から与えられた自らの特権についての、保障を得ることを見返りに、もう一人の兄である、コインブラコペドロを支持し、筋書き通り、ドゥアルテの子で、エンリケとペドロにとっては老いにあたる。 わずか6歳のアフォンソをアフォンソ5世として即位させ、摂政となったペドロと共に、これを支えた。このアフォンソ5世の知性において、アゾレス諸島の植民地化が本格的に始まった。この頃、ポルトガルにおいて新たに開発されたキャラベル船によって、探検事業は飛躍的な進展を遂げることとなる。1441年、ヌーノ・トリスタンとアントン・ゴンサウベースによって、 現在のモーリタニア沿岸に位置するブランコ岬に到達。1443年にはアルギン湾に達し、1448年にこの地にポルトガルの要塞を築いた。1444年、バルトロメウディアスの父であるギニス・ディアスがセネガル川とベルデ岬に到達。ギニアを訪れるとともにサハラ砂漠の南端に達した。これによりエンリケは、 サハラ砂漠を通過するキャラバンに頼ることなく、アフリカ南部の富を手に入れる航路を確立するという、当初の目的を達した。アフリカ南部から大量の金を得ることができるようになったことで、1452年にはポルトガルでは、初となる金貨が駐造された。この時期になると、エンリケは、国政の関与においても多忙を極め、後世に残るものとしては、コインブラ大学に、 天文学の講座を設けるなどの施策を行っている。1444年から1446年に、かけ、およそ14隻の探検船が、ラゴスの港より出港した。1450年代、カーボベルデにおいて群島が発見され、1460年には探検業は、今日のシエラレオネ沿岸にまで達した。シエラレオネに到達した1460年、エンリケは、 王子の村において66年の生涯を閉じた。その生涯において、シエラ・レオネに至るまで、エンリケの派遣した船団は、アフリカ沿岸の実に2400キロもの距離を、踏破した。エンリケの実績は、後のジョアン2世の時代における、ポルトガルの海外進出への道筋をつける形となり、エンリケの死から28年後の1488年には、バルトロメウディアスによって、 ポルトガルはアフリカ最南端の希望峰を極めることとなる。大航海時代の幕を開いたエンリケの名は、その死後、航海王子の継承と共に呼ばれ、その名を今日に留めている。発見のモニュメント。軸先にエンリケ航海王子が立ち、それに多くの航海者たちが続く1960年、エンリケの没後500年を記念し、ポルトガルのシ都トリスボン市内の定所が沸かしに、 発見のモニュメントが建てられた。1994年には、ポルトガル政府などからの贈り物として、探検家たちの自責を記念した、ヘンリー公会王子公園がアメリカ合衆国、マサチューセッツ州、ニューベッドフォードのポープ島に建設された。ギネー発見征服史の挿絵と、最善を尽くせの兵庫本島のエンリケ公会、王子説の人物の肖像が、 エンリケ公開王子を表した肖像画といえば一般に黒い唾帽子を被った口ひげを生やした人物とされている。この根拠となったのは1837年に発見されたギネー発見制服誌で黒い唾帽子を被った口ひげを生やした人物の挿絵のもとに最善を尽くせというエンリケの標語が発見されたことから挿絵の人物が エンリケ公開王子だとみなされたのである。そして、1883年に、三尾先手の祭壇画が発見され、向かって左側から三番目の聖便先手の右側に、いる人物が、ギネー発見征服師の肖像画と同じことから、これもエンリケとみなされ、黒い唾帽子をかぶった口ひげを生やした人物という、エンリケ公開王子像が定着したのである。しかし、 最近ではこの人物は、棺の彫像の顔からむしろ兄のデュアルテ一世で、エンリケは向かって右から三番目の最前列の人物ではないかとの説が出ている。エンリケの棺の彫像と顔が似ていること、着ている服装が、キリスト騎士団のもので、同騎士団の紋章を身につけていることが理由である。ヘンリー・ザ・ナビゲーター・プリンス・オブ・ポルトガル、エンサイクロペディア・ブリタニカ、ハット・ VHS、 大公開、バスコダガマの道第1巻、ポルトガルここに、地付き始まる大公開時代の始まり、海工房。ありがとうございます。